こんにちは。私がですね、この1年を通してちょっとこう企画していたプロジェクトがあって、それのリリースがですね2月20日にされたので、そのお知らせです。ライブセッションというものを、今年ですね、春分夏至秋分冬至のこの4つの、すごく大きな切り替わりの時期があるんですけどね、その時に、やるこうライブセッションの方ですね、することになりました。でそれがですね、音楽と瞑想っていうことで、それを掛け合わせてセッションするっていう風になるんですけど、私が去年からですね本格的に音楽活動を始めて、ライブもね何回かしていく中で、この音楽活動をしたきっかけっていうのもこう、ミュージシャンになるためでもなく、もともと私のベースっていうのはこう元個人で活動してるこうアスカだったりとか、発信活動、宇宙のメッセージを伝えるっていうことと、そしてこう祈りの活動をするっていうこと、それをメインにしてやってきていたので、その上で音楽っていうのを足しただけだったんですよね。なのでこう自分が行った、あの祈りに行った土地で下ろしたこう音とか、歌をですね楽曲にして、でそれをまた自分の祈りの時に使ったり、そしてそれをこう人っていうね、皆さんの中にある神様としてのこう輝き、みんなも神様だから、だからこう祈りを人に対してするっていうことで、私は音楽活動をしてました。だからこう、そういう形でやっていく中で、ただ普通に歌うとかこうステージでみんなにそのご神事というか祈りですと言いつつも、歌うだけとか踊るだけっていうのって、曲をね作ってる時は良かったんですけど、ある程度いろんな曲が揃ってきて、その時々のタイミングでどういうエネルギーが必要で、どういう人が来るから何をこうシェアしてあげればいいのかとか、そういうことがこう去年の 中でこう自分の中でね分かってきて、じゃあ来年はもうちょっと違う形でできるんじゃないかって思ったんですよ。ただ歌うだけ踊るだけっていう、こうステージの上からするものではなくて、もっとみんながこう変わるもの、 なんかねそういうちょっとこう違う形で表現した方がいいなと思って、瞑想と音楽を掛け合わせるということで、私のライブセッションという形でセッションしようということになりました。自分の本来のこうものをこうに気づくきっかけになって、今のこの人間で生きてきたこう今までの常識とか、過去に続いている自分っていう認識とかを外して、ここのね魂の方で望んできたものを引っ張り出して、その上で今の自分とどうミックスしていくかっていうのを考えていきましょうっていうのをライブでできないかなって思って、今回この1年通してやろうと思いました。この瞑想のセッション4回に分けていて、その時々春分だったら春分のエネルギー、夏至だったら夏至のエネルギー、このエネルギーが今年どういう性質のもので、でどういうふうにこうクリアリングしたり、チューニングして、でどこに自分を持っていけばいいのかっていうところを、4回に分けてやってます。なので、ですね、4回とも全部受けるっていうことで全部が整う人もいるし、1個だけでいいっていう人ももちろんいるかと思うんですけど、あえてこの4シーズンに分けました。でそのそれぞれのエネルギーに合う、瞑想のエネルギーをこう入れた、音をですね作って、その音に合わせて瞑想とライブのセッションをしていくということに、しました。そしてですね、このライブがですねシコンというふうに名付けたんですけれども、これはですね私がこう一礼シコンから取りました。で一礼シコンっていう考え方があって、一つのこう魂にはね4つに分かれるというそういう考えがあるんですけど、アラミタマ、ニギミタマ、サキミタマ、クシミタマのこの4つに性質が分かれて、この4つが
一つとなった時に一例っていう風になると、統合されたものが一例っていう考えなんですね。でその一例って、私はその一つの一例になった時って、それがですね一番その源につながる状態になっているとも言えると思ってて、でそしてその一例っていうのはもうハイヤーセルフそのものだったりもするんですよ。だから本当の自分自身のこの自分の場っていうものとしっかりつながっていけるっていう風になっていきます。なのでそのチューニングをそれぞれやっていくっていう風に分けました。今回春分はアラミタマの部分をチューニングしていきます。夏至はにぎみたま、はい、こうにぎみたまっていうのはこういろんなものをこう調和に導いていくような、そういうパワーエネルギーを持ってます。で春分は咲きみたま、咲きみたまというのはこう育んで育てていく、そういうなんかこう母性に近いような、そういうこう力を持っている部分ですね。でこのくしみたま、冬至の最後はくしみたまなんですけれども、その皆さんのこのくしみたまの部分、くしみたまっていうのはこうなんだろう、こう割とこうなんだろう、アップデートしていく力というか、超越していく、今あるものを変換して違うものに変えていくっていう、そういう力を持っている部分なんですけども、最後の冬至はやっぱりこう陰が極まって陽になるので、こうやって反転して変わっていくっていうのがあるので、そういうふうにこの4つに分けたんですね。この4つ分けて毎回毎回そのテーマがあるんで、こうよかったら、ライブのそのページ見ていただきたいなと思うんですけれども、それぞれのそのテーマに沿ってそこの魂の部分を強化してアップデートして、そして開いてチューニングしていくっていう風になるので、これなんで私2024年にしてるかっていうのもページには書いてるんですけど、このですねやっぱりその2025年に向けてなんですよ。でこの2025年に向けてものすごくその宇宙意識の方にみんながヒュッと上がらないといけなくて、そのために、それぞれの魂のこう要素4分割して考えてみて、そしてそれをこう宇宙のエネルギー、地球のエネルギーがぐるっと変わる大きなエネルギーの変わり目のエネルギーを活用して、それをみんなのこう御霊の各部分をチューニングしていくっていうことをしたいなと思って、2025年はちょっと本当に、宇宙の意識に、宇宙の意識にっていうことで、もう全身も標準を合わせているんですけれども、私ももう2024年やること全部2025年に行ってると思っていて、特に2025年後半がね大切で、まあオープンコンタクトとも言ってるんですけど、その後半以降からそのポールシフトって言われているものだったり、まあ、自然の変容だったりとかっていうのもどん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 大きくなっていくから、その時にみんなの意識がどんどんこう宇宙の意識、自分が宇宙にいた時の、状態になっていってほしいと思ってるんですね。でこれ一つこうつなげていくと、ムーの意識にもなるんですよ。でこう宇宙意識イコール今ムーの意識って思ってちょっと聞いといてもらいたいんですけど、みんながここの宇宙に地球に降りてきた時に、それぞれの仕事があった、ムーっていう存在たちのお仕事があって降りてきてるっていうのはゼウスが今動画でシェアしてくれてるんですけど、でもそれぞれの動機とかそれぞれの願いがあったんですよ。でそのために降りてきて、そして、一回リセンションして上がって長い歴史をこう行くのも知っていて、それを超えた先にもう一回ぐるんとこう反転して地球が宇宙に戻ってくる時、自分たちはまた動き出そうってそう決めた、その時に何をしようかなって、何がしたくて地球に降りたのかとか、それをみんなが思い出すのがやっぱり2025年までにしたいんですね。でそれがあってこの2024年のこうセッション、ライブセッションっていう形で音とそしてエネルギー活用してみんなにそれをこうパスする、そして集団で変わるっていうことをしたいなって。だからもうぜひこの集団で
変わるっていうのに参加してほしいなと思ってます。はい、で無の意識に戻っていくっていうことを本当にみんな降りてきて、この長い地球の中でものすごいそのいろんなね体験をしてきたんですよ。生まれ変わって何回も生まれ変わって、でディセンションした時の地球とか人類の歴史をさ、普通に歴史をさこう振り返ってみると、やっぱりこうすごい階級社会だったり、なんかその宇宙的に自由ではないから、なんかこういろんな悲しい思いをしたり心残りの思いをしたり、いろんな体験をしながらそのカルマを引き継ぎ乗り越え今までやってきて、そしてやっとそのカルマから全部解き放たれ、それすらも理由意味があったって思えるタイミングに来て、宇宙の、はい、こんにちは。ですね、今日は、雑に言うと宣伝になるんですかね。はい、私がですねこの1年を通してちょっとこう企画していたプロジェクトがあって、それのリリースがですね2月20日にされたので、そのお知らせです。はい、でそれがですね、ライブセッションというものを、今年ですね、春分夏至秋分冬至のこの4つの、すごく大きな切り替わりの時期があるんですけどね、その時に、やるこうライブセッションの方ですね、することになりました。はい、で、はい、でそれがですね、音楽と瞑想っていうことで、それを掛け合わせてセッションするっていう風になるんですけど、まあ、私が去年からですね本格的に音楽活動を始めて、ライブもね何回かしていく中で、この音楽活動をしたきっかけっていうのもこう、まあ、ミュージシャンになるためでもなく、もともと私のベースっていうのはこう元個人で活動してるこうアスカだったりとか、発信活動、宇宙のメッセージを伝えるっていうことと、そしてこう祈りの活動をするっていうこと、それをメインにしてやってきていたので、その上で音楽っていうのを足しただけだったんですよね。なのでこう自分が行った祈りに行った土地で下ろしたこう音とか、歌をですね楽曲にして、でそれをまた自分の祈りの時に使ったり、そしてそれをこう人っていうね、皆さんの中にある神様としてのこう輝き、みんなも神様だから、だからこう祈りを人に対してするっていうことで、私は音楽活動をしてました。だからこう、まあ、そういう形でやっていく中で、ただ普通に歌うとかこうステージでみんなにそのご神事というか祈りですと言いつつも、歌うだけとか踊るだけっていうのって、曲をね作ってる時は良かったんですけど、ある程度いろんな曲が揃ってきて、その時々のタイミングでどういうエネルギーが必要で、どういう人が来るから何をこうシェアしてあげればいいのかとか、そういうことがこう去年の 中でこう自分の中でね分かってきて、じゃあ来年はもうちょっと違う形でできるんじゃないかって思ったんですよ。ただ歌うだけ踊るだけっていう、こうステージの上からするものではなくて、もっとみんながこう変わるもの、 なんかねそういうちょっとこう違う形で、表現した方がいいなと思って、そしてこう考えていた結果ですね、その、まあ、瞑想と音楽を掛け合わせるということで、私のライブセッションという形でセッションしようということになりました。で、私もともとはずっとですね個人セッションと、グループセッションというのをやっていて、その時はですね守護霊の方、ね、お客さんの守護霊さんの、メッセージを聞いたり、そしてその人の魂が持ってきた、まあ、ブループリントっていうものですか、はい、それを読んで
今回何をしに来たのかとか、今のタイミングでどこまでできるのかとか、そしてそのまあアカシックっていうんですかね、まあ私はアカシックって意識してないんですけど、その人の過去性とかそういうものが今にどうか絡んでるのかとか、そういうのをこう見ていくような、そういう、セッションをねしてきたんですね。でそうすることでその人がその自分の本来のこうものをこうに気づくきっかけになって、今のこの人間で生きてきたこう今までの常識とか過去に続いている自分っていう認識とかを外して、ここのね魂の方で望んできたものを引っ張り出して、その上で今の自分とどうミックスしていくかっていうのを考えていきましょうっていうのをセッションでしてたんですよね。でそれを、ライブでできないかなって思って、今回この1年通して、やろうと思いました。なのでこの瞑想のセッション4回に分けていて、その時々春分だったら春分のエネルギー、夏至だったら夏至のエネルギー、このエネルギーが今年どういう性質のもので、でどういうふうにこうクリアリングしたり、チューニングして、でどこに自分を持っていけばいいのかっていうところを、まあ4回に分けてやってます。なので、ですね、4回とも全部受けるっていうことで全部が整う人もいるし、まあ、1個だけでいいっていう人ももちろんいるかと思うんですけど、あえてこの4シーズンに分けました。でそのそれぞれのエネルギーに合う、瞑想のエネルギーをこう入れた、音をですね作って、その音に合わせて瞑想とライブのセッションをしていくということに、しました。そしてですね、このライブがですねシコンというふうに名付けたんですけれども、これはですね私がこう一礼シコンから取りました。で一礼シコンっていう考え方があって、まあ、一つのこう魂にはね四つに分かれるというそういう考えがあるんですけど、アラミタマ、ネギミタマ、サキミタマ、クシミタマのこの4つに、性質が分かれて、この4つが1つとなった時に一例っていう風に、なると、統合されたものが一例っていう考えなんですね。でその一例って、まあ、いろんな捉え方とか考え方があるんですけども、私はその1つの一例になった時ってそれがですね一番こう一番その源につながる状態になっているとも言えると思ってて、でそしてその一例っていうのはもうハイヤーセルフそのものだったりもするんですよ。だから本当の自分自身のこの自分の場っていうものとしっかりつながっていけるっていう風になっていきます。なのでそのチューニングを、それぞれやっていくっていう風に、分けました。で今回春分はアラミタマの部分をチューニングしていきます。でアラミタマ、そして夏至はニギミタマ、はい、こうニギミタマっていうのはこういろんなものをこう調和に導いていくようなそういうパワーエネルギーを持ってます。で春分はサキミタマ、サキミタマというのはこう育んで育てていく、そういうなんかこう母性に近いようなそういうこう力を持っている部分ですね。でこのクシミタマ、冬至の最後はクシミタマなんですけれども、その皆さんのこのクシミタマの部分、クシミタマっていうのはこうなんだろう、こう割とこうなんだろう、アップデートしていく力というか超越していく、今あるものを変換して違うものに変えていくっていう、そういう力を持っている部分なんですけども、最後の冬至はやっぱりこう陰が極まって陽になるので、こうやって反転して変わっていくっていうのがあるので、そういうふうにこの4つに分けたんですね。でこの4つ分けてこう毎回毎回その時のテーマがあるんですよ。でテーマがあるんで、こうよかったら、ライブのそのページ見ていただきたいなと思うんですけれども、それぞれのそのテーマに沿ってそこの魂の部分を強化してアップデートして、そして開いて
チューニングしていくっていう風になるので、これなんで私2024年にしてるかっていうのもページには書いてるんですけど、このですね、やっぱりその2025年に向けてなんですよ。でこの2025年に向けてものすごくその宇宙意識の方にみんながヒュッと上がらないといけなくて、そのためにそれぞれの魂のこう要素4分割して考えてみて、そしてそれをこう宇宙のエネルギー、地球のエネルギーがぐるっと変わる大きなエネルギーの変わり目のエネルギーを活用して、それをみんなのこう御霊の各部分をチューニングしていくっていうことをしたいなと思って、2025年はちょっと本当に、宇宙の意識に、宇宙の意識にっていうことで、もうゼウスも標準を合わせているんですけれども、私ももう2024年やること全部2025年にいってると思っていて、特に2025年後半がね大切で、まあオープンコンタクトとも言ってるんですけど、その後半以降からそのポールシフトって言われているものだったり、まあ、自然の変容だったりとかっていうのもどん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 大きくなっていくから、その時にみんなの意識がどんどんこう宇宙の意識、自分が宇宙にいた時の、状態になっていってほしいと思ってるんですね。でこれ一つこうつなげていくと無の意識にもなるんですよ。でこう宇宙意識イコール今無の意識って思ってちょっと聞いといてもらいたいんですけど、みんながここの宇宙に地球に降りてきた時に、それぞれの仕事があった、無っていう存在たちのお仕事があって降りてきてるっていうのはゼウスが今動画でシェアしてくれてるんですけど、でもそれぞれの動機とかそれぞれの願いがあったんですよ。でそのために降りてきて、そして、一回リセンションして上がって長い歴史をこう行くのも知っていて、それを超えた先にもう一回ぐるんとこう反転して地球が宇宙に戻ってくる時、自分たちはまた動き出そうってそう決めた、その時に何をしようかなって、何がしたくて地球に降りたのかとか、それをみんなが思い出すのがやっぱり2025年までにしたいんですね。でそれがあって、この2024年のこうセッションライブセッションっていう形で、音とそしてエネルギー活用してみんなにそれをこうパスする、そして集団で変わるっていうことをしたいなって。だからもうぜひこの集団で変わるっていうのに参加してほしいなぁと思ってます。はい、で無の意識に戻っていくっていうこと、本当にみんな降りてきてこの長い地球の中でものすごいそのいろんなね体験をしてきたんですよ。生まれ変わって何回も生まれ変わって、でディセンションした時の地球とか人類の歴史をさ、普通に歴史をさこう振り返ってみると、やっぱりこうすごい階級社会だったり、なんかその宇宙的に自由ではないから、なんかこういろんな悲しい思いをしたり心残りの思いをしたり、いろんな体験をしながらそのカルマを引き継ぎ乗り越え今までやってきて、そしてやっとそのカルマから全部解き放たれ、それすらも理由意味があったって思えるタイミングに来て、宇宙の方に戻っていこうってみんながしてる。でそれがそのキーワードが無、いや無の種を開いていくために、2025年には私たちの意識が無の意識に開花して、私たちが地球にいながら宇宙に戻っていきたいなって思ってるんですね。でそれがあって2024年もう言葉で言ってる場合じゃない、本当に変化する時っていうのは、左脳とか文字情報とかよりもとにかく自分のなんか衝動とか湧き上がるものとか、そこをどん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 出して開いていって、何かに感動して泣くとか驚くとか、そっちの方が
戻っていけるんですよ。だから音楽の力を借りようと思って、でその楽曲にもエネルギーを入れてもらった瞑想用の音楽を本当に作ってもらったんですね。今回皆さんの一つ一つの御霊を開いていくために、やっぱり私は祈りなので、みんなに対してこう祈りとして本当に奉納したいと思って準備してます。なので、今までその私のライブは来たことある方や見たことある人は分かると思うんですけど、まず最初に祈りから入るんですよね。その空間を祈りの空間にするためになんですけど、今回、ちゃんとその祈り人のゲストをお呼びして、ちゃんとそのセレモニーとして、その場の空間を作るだけじゃなくって、その祈りをみんなに体験してほしいし、浴びてほしいです、祈りのエネルギーをと思って、本格的な、本当に私が、あ、この方は本当に祈りをしているっていう方をお呼びしました。今回、アラミタマ、春分のアラミタマを、変えていく、アラミタマの回のゲストはトモミ・カウプイ・ミリア・クワタさんをお呼びいたしまして、フラのチャントと踊りから入ろうと思ってます。トモさんはですね、私のそのフラの先生で、私がこう踊ったりチャントをしたり祈りの時にやるやつは全部トモさんから教わって、そして祈りでこういう場所で祈るっていうのもトモさんにご相談して、毎回その場所であればこういうものがいいんじゃないですかっていうことでレクチャーしてもらってます。でなのでこう祈りフラカヒコでっていうことになった時には、やっぱりトモさんに確認をしたりとかするんですけれども、もう本当にトモさんはですね、こうカヒコフラハワイっていうところから祈りに対してすごい深い深いとこまで、受け取っている人で、そしてこのなんか自然とか大地とかマザーアースとかそういうものをすごく愛してて、祈り踊ってる時にも祈りになるんですね。で、そのトモさんにですね、今回アラミタマのライブには、オープニングで来ていただいて、カヒコがですね、初めに始まる時の、まあ、正式な形でちゃんと入場から、そして祈りから、全部、正式な形で、レクチやってもらいます。はい。で、カヒコですね、ダンサーよりもですね、大事なのってちゃんと歌を歌う方なんですね。で、これは祈りでもそうなんですよ。で、最終的には祈りとだけとか歌だけとか、それが一番大事なんですね。なんですけど、踊りが踊れないと、祈りとは本当の意味では歌えないんですよ。最初は祈りとから入るかもしれないけど、結局一回踊りに行って、で踊ってやっと体にそのリズム、音、エネルギー、意味全部がその人の肉体に入って、その状態で次結局歌に戻る、歌だけに戻るっていう、そういうようなものなので、やっぱりそのちゃんとを、歌って、くださる方っていうのは本当に大事なんです。祈りする時って本当にその方次第なんです。で、今回はそのトモさんにですね、カヒコの本当のそのパワフルな祈りを、ちゃんとでしていただいて、私は、踊り子として回せていただくという、はい、そういう形で、みんなにね、本当の祈りを見てほしいなって思ってます。はい。まあ本当の祈りって何やって、お前ができんのかっていうのもあるんですけどね私が自分で言うとあれなんだけど、なんかね、理屈じゃないんですよね。上手下手でもない、私なんて踊り全然下手だから、まだまだ、なんかね、理屈じゃないんです。で、私自分が本物だと思ってるわけじゃないんだけど、祈りにだけ人生を捧げたいなって思って生きてるので、何をするにしてももう祈りのことしか考えてなくて、だからこそ普段は、みんなの前で
本気で精霊に祈る時とか本気でこうやる時のような状態でやっぱり祈りを見せるってことってないんですよね。表に出すものって今回のこの4回に関しては本当にみんなに見てほしい、体験してほしい、知ってほしい祈りをねと思って、準備をしてます。で、まあ、このなんだろう、それを見て何がみんなの中にこう響くのかそれはわからないんですけど、ぜひ見てもらいたいなと思っています。で、まあ、今回に関しては、アラミタマだけちょっとご紹介するんですけど、アラミタマはですねテーマが情熱の源泉をロックオンして自分の根源を引っ張り出すっていうライブのテーマがあります。で、今回の新聞はものすごいエネルギーがこうパワフルな回なので、この4シーズンの中でもなんか春分が今年は一番強いんですよ。なのでアラミタマを、チューニングするにしました。アラミタマっていうのはこのあなたのね魂の一番根源の根源の根源のとこなんですよ。だからすごい野生的で荒々しい。だけどその分だけ命とか生きるっていうこのパワー、根源、情熱、生きるための情熱、何のために生きてんだ、何のためにここにいる私はっていうそこの根本のところなんですね。だからみんなの大元のとこなんですよ。だから荒々しい、本当は荒々しいし野生的だし、ルールとかそういうのも無視して燃え盛る、そういうパワーと思いと力が私たちの中にはあるっていうのをまず思い出してほしいし、でそれには今回の春分がもうめちゃくちゃちょうどいいぐらいめっちゃパワフルなんです。で、この春分のめっちゃパワフルなタイミングで、なんか自分のこのパワーっていうのがぐっと根付いてない方ってちょっと持っていかれやすいので、ぜひちょっと自信がない人にも来てほしいんですけど、まあ、これにはやっぱりそのテーマのシンボルカラーがですね、御霊のやつが赤にしてるんですけど炎なんですね。やっぱりね、アラミタマはなのでこう炎のパワーでみんなのアラミタマを活性化させて、そしてその種をまず見つける、ね、それをしていこうと思っていて、そのためにトモさんをお願いしました。トモさんにお願いしたのはそのハワイ島のペレっていう、こう、まあ、火山ね、火のね火山の、エネルギーであるこう女神がいるんですけれども、そのペレの、祈りがあるんですね。で、そのペレの祈りの中でも、もうまさにその火をこう起こしていく、パワーを起こしていく、で自分っていう存在そのものをこうこの世界にグッと強く出していくっていう、そういうものと、そして気づきと、そして破壊と再生の力を持つそういう神様なんですよ。なのでこう今ある自分のものを破壊を超えてまず再生をしていくためのその火を灯すっていうエネルギーを、トモさんの方にお願いして、そのペレの祈りを私とトモさんで皆さんに しようと思ってます。そしてその瞑想ワークも20分ほどあるんですけど、その瞑想ワークの方も火入れをするためにもうめっちゃとにかくエネルギー注入していくため、そしてみんなのこう腹の中からのこう音をぐわーって出していくサウンドを作っていただきました。で、私これちょっともうチェックしたんですけど、これすごくてお願いして作って、そっからエネルギーを入れていこうと思っていたのに、聞いてると私自分のこう子宮のどこがキューって痛くなって、こういっぱいなんかいろんなものがぶわーって出てきて、魂が持ってる感情とかなんかこう戸惑ってしまうことってあるじゃないですか、前になかなか進めなくて、でそういうのとかがふわって理由が出てきたりとか、あのね、なんかすごかったです。なんかもしかするとちょっと初めて聞いた人お腹が痛くなったりとかなんかするかもしれないですね。なのでちょっとその辺は皆さんの体感を感じてもらいたいなと思っているんですけど、まあ、当日はその音楽、私が歌と踊りも踊ったりもするんですけど、まあ、半分以上がライブセッションするので瞑想のワークっていうのを入れるんですね。で、その中でその瞑想の音楽にも、いろいろこうアレンジを加えては当日行くんですけど、今回
ライブのチケットには、その瞑想用の楽曲がダウンロードでつきますっていうふうにしました。なぜかというと当日までに整えていただきたいなって思ったんですよ。だ当日にそこだけパッて入れても、そのやっぱり急にその人の状態次第では、その時急にバーって開くっていうことがあんまり良くない時もあるんですよね。あの肯定反応みたいなものがブワッて逆に来ちゃって、揺り戻しがひどく来るっていうこともあるから、それぐらいちょっとパワフルなことを今回4回でやろうと思ってるんで、なのでその瞑想用の音源ももうつけちゃおうと、チケットに。でチケットにつけてダウンロードしていただいて、そこにあの私の誘導の声も入ってるので、その誘導の、私の誘導に従って瞑想をするっていうことをちょっとしていただけたらいいかなと。でその中でこう何回もチューニングして、ライブ当日まで持って行ってもらってもいいし、こう私の誘導の声が入ってない方もつけます。だから2つつくそうなんですけど、誘導の声が入ってないものは例えば自分が寝る時につけるとか、お風呂入ってる時につけるとか、そういう感じでその音楽のそのエネルギー周波数に自分がこう浴びて、なんかこうもうすでにライブの日にはチューニングが終わっている状態、その状態で当日迎えるっていう、そういう風にしていただけたらなと思っております。なので今回ですね、ちょっと私はライブといっても音楽のライブではなく、セッションだと、そして祈りだと思って、この回を作ったので、チケットもですね割と高いんです、はい、お値段がちょっと高めに設定しているんですけど、それはやっぱりこの日一日のことだけではなく、そこに向かうまで、そして終わった後もその音を使っていただけるっていうのと、そしてそこの当日にシェアしていくエネルギーだったりとか、私自身がこう今までやってきたことのなんか全部をそこに注入して来てくれる方にもう全身全霊で渡したいって思っているので、なのでチケットの金額も、ちょっとお高めにしたんですけど、それはこの全身全霊のエネルギーを受け取ってくださる、はい、方、同じぐらいのエネルギーで受け取ってくれる方、そういう方に来ていただきたいと思っての値段設定でもあり、ご本人のこんだけのことをこう受け取りたいっていう、そういう思いがある方が変わることができると思っているので、なので本当に、みんなで2025年それ以降に向けて一緒にこう宇宙の旅に旅立ちたいっていう方、仲間を集める意味もあって、そういう風にしてます。なのでぜひご参加ください。そしてですね、ちょっとまあ今後もちょっと動画上げるかもしれないですけど、ブログの方もやってますので、ブログの方も、の方でもこうこのライブの中でこうちょこちょこ春分だったりの意味とか、御霊のねことだったりとか、もうちょっと説明必要かなとも思うので、ちょこちょこお伝えしていきたいんですけど、そしてこれライブには参加しないけど音源だけ欲しいっていう方向けに瞑想用音源のみの販売もしてますので、このライブのチケット販売のページ行っていただくと音源のみの購入のボタンがポチッとありますので、そちらご購入いただくっていうこともできます。何か体感があったりとかありましたらどしどしコメントください。では、ライブで皆さんとお会いできたら嬉しいなと思ってます。では。